おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回のお話は、はい、ちょっとね、衝撃を受ける人もいるかもしれない、はい、衝撃そんな大した話じゃないんだけど、前回ね、はい、こう仏教ではこの正しいの反対は我であると、はい、これを取り除いていくことが幸福への道って言うんじゃないんだけど、はい、なんか自由への道、まあはい、もしくはこの見えない世界からエネルギーを得られるっていうような話したんだけど、はい、この我を構成するものは何だ、はい、何だと思う？経験であったりとか、経験、うん、あと、うん、まあ、固定概念っていうんですか、世間一般で正しいと思われていることとか、うん、親からの教えとか、そういうのもあけど経験の話ですかね。うん、まあ、これまあ一言で記憶って言ってもいいかもしれない。はい、うん。で、記憶にも大きく分けて2パターンある。はい、何だろう、その先天性と後天性みたいな感じのなんかイメージなんですけど、先天性って生まれながらにっていうんですか、うん、なんて言うんでしょう、困ったら泣くって言ったら変ですけど、なるほど、もともと備えられてるというか、うん、記憶と、あとはその上の経験とかじゃないですけど、うん、その後から自分でやっていって、あ、これ熱いくてやけどするから触るのやめようとか、そういう記憶の2種類なのかなと。なるほど。まあ大きく分けて、はい、プラスとマイナスが、はい、まあ一見良いのと悪いの、はい、まあ要は、まあ、大人になるとまあ失敗だったりするよね、これね、苦い経験とか、はい、うん、あ、プラスじゃないあ、プラスの方が失敗です。あ、マイナスの方が失敗ですね、うん、はい、なんです、忘れちゃった、成功で、一般的にはどうだろう、はい、どっちを忘れたい、マイナスの方が、マイナス、うん、はい、で、これは覚えたいというか、浸りたいというか、でこれもね、もう最近よく思うんだけど、はい、これもね、人間の不幸の原因になるね。あ、両方消去した方がいいよ、真面目な話、はいはい、うん、これは何、この記憶は何を生むか、うぬぼれだったり慢心だったり、うん、まああと執着だよね、はい、最初に、ね、そうですね、はい、執着心を生んで、そこからまあ満身だとかこれだとか、はい、またこれが失敗の原因になってくるんだよね、はい、またこの失敗は何を生むか、恐怖だったりとか、うん、トラウマってやつだね、はい、で、西洋文明では特に、はいはい、これはね、保存しとこうとするね、あ、うん、一般的に人間もこれを保存しようとする、はい、でもこれね、執着生んでやがては恐怖につながっていくね、これね、はい、これはもう手放したくない、はい、うん、よく家になんか大会のトロフィーとか、はい、色々飾ってあるし、ね、はい、あれ捨てた方がいいよ、マジで、あんなものは、はい、うん、うん、で、これはね、仏教的にというか、これ、はい、常にゼロにすべきだね、はい、なぜだと思う、なぜだと思うか、うん、なぜか、両方ね、結局は不幸の原因というか、はい、自分を縛っていく原因なんで、はい、要はこの、記憶 をクリーニングというか消去しないと、はい、これをまた繰り返そうとするね、はい、記憶を、うん、私はダメな人間だっていう記憶があるとすると、はい、ダメな人間クリーニングしとかないと、これを繰り返すだけの話、はい、うん、私は何やってもうまくいくみたいな、これも
あのクリニックじゃないと、まあ、はい、うまくいくんだよとにかくね、はい、いくけど、うん、恐怖もまた増えていく、はい、執着がどんどん増えていくね、はい、これも両方不幸なことなんだよね、はい、マジで心重くなるよこんな、はい、うん、なぜそうなっていくかだよね、なぜそうなっていくか、うん、それは全て自分の全てだと思ってしまうからですか。まあこれは一回ここで番組切って、はい、次の番組で、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。